おはようございます。2月15日水曜日、溝口駅長なサライブです。昨日暖かかったですね。暑かったですね。あのー、ちょっと昼間お出かけしましたら、もうなんか上着いらないぐらいね、もう暑くって、もう春でした。なんか4月ぐらいの気温だったらしいですけれどもね。えー、なんかもうちょっと、 体の調子が狂うというか、ねまあ、暖かいのはいいんですけれども、また寒くなるとね、ちょっと困るなぁと思ったりいたします。今日はちょっと天気が荒れるらしいですね。少し雨も降るんでしょうか。ね、うん、えーっと、傘を持って出かけた方がよさそうです。一番乗り、いさん、おはようございます。 昨日朝に急に暖かくなると地面が2、3日中に揺れるかなと話しておりましたが、当日に揺れるとあはとは、その話をしてたんですね。いや、本当にびっくりしましたね。昨日、京都で地震がありました。ね、関西の方、揺れを感じた方多いんじゃないでしょうかね。震源に近かった京都の方、大丈夫だったでしょうか。本当に地震はちょっと予測がつかないんで、怖いですけれども、ね、あの、 まあできるだけ慌てずに行動と。うちの子どもたちはすかさずテーブルの下に隠れたそうです。はい、いいあの訓練の賜物ですかね。<laughs> えー、中谷さん、どうもおはようございます。長谷川さん、おはようございます。晴れマーク。小西さん、今日の奈良は曇ってます。ということで、えー、大阪もそうですね、ちょっと、えー、あいにくのお天気になりそうです。 田淵さん、おはようございます。にっこりマーク。椎本さん、おはようございます。岩毛さん、雨降りの朝を迎えてます。あ、もう降ってますか。ね、場所によってはもう降り出してるみたいです。和歌山ですね。えー、伊藤さん、おはようございます。今週月曜から明日まで沖縄に来てます。暑いです。あ、なるほど。あ、じゃあ、えー、こちらの気温に関係なく暑いということですね。はい、羨ましいですね。えー、っと、ひ、悲観 期間ですかね寒さを避けての沖縄でしょうかお仕事でしょうかはい、どうもお疲れ様です。ということで始めてまいりましょう。鉄道を締めで人生を豊かに、溝口駅長朝ライブです、えー。今日はですね、鉄道カラオケのお話をしたいと思います。ね、あ皆さんカラオケ好きですか <laughs> そっちから行った方がいいかなカラオケ。あの、一時期は大ブームでね。 もう飲み会のあと二次会とか言いますと必ずカラオケなんていう時代ありましたけれども最近はそれほどでもないというかねあんまりもう最近行かないなという方も多いかもしれませんがカラオケ、あのーまあ、そうそう、まあ、コロナの頃はねもうなんかあの飛沫が <laughs> 危険だとか言ってね真っ先にやり玉にあげられてね あの、大勢で集まって歌うのは禁止だ、みたいなのがありましたけれども、まあそんな状況を経ても、あのカラオケルームしぶとく生き残っております。うん、あの、我が家も先日家族で行きました。ね、まあ、あ私はほとんど疑わないんですけれども、子供たちがね、よく歌うんですけれども、まあ最近の曲はさっぱりわからないですね。そういう世代になってきました。 若い頃はね、なんか無理してでも流行りの曲をね、チェックしたりしたもんですけれどもね、当時はレンタルレコード、レンタル CD 屋さんでね、CD 借りてきて、昔はカセットテープ、その次は MD、ミニディスク、その次は CD に焼くというね、せっせとしこしこ焼いてたもんですわ。でね、えー、曲を覚えて、えー、まあ、歌詞カードもコピーしたりしてね、 とかね、声、手書きで書いたりとかね、して、新曲を覚えたりしたもんですが、まあ、カラオケもね、まあ、歌いに行くことはすっかりなくなりましたけれども、最近カラオケではね、こういう面白いのがございまして、えー、あと、こっちですね。えー、っと、電車カラオケ、鉄道カラオケっていうのがありましてね、えー、っと、こっちで行こうかな。あ,あ,あんまり変わらな,ないな。 はいまあ、南海電車ルームって書いてますけれども、こちらジャンカラっていうね、お店、全国チェーンのお店ありますけれども、そちらの南波店、えっ、ー、とな、南波なんとか店、<laughs> えっと、あそうか、南海通り南波店 <laughs> というところにね、南海電車ルームというのがあるそうで、えー、こんなやつ。<laughs> もう見た目電車やんって感じですけれども、あのわざわざこういうね、えー、部屋を作り込んで、で、前にはね、全面展望が、 スクリーンに映り出さすれす、出てますけれども、ここで何をするかというと、歌うんじゃないですよ。あの画面見ながらね、画面にね、車掌さんのアナウンスのセリフ出てきます。次はなんとか駅ですとかね <laughs>、えー、お忘れ物にご注意くださいみたいなことをね、えー、アナウンスするという、まあ、車掌さん気分を味わえるという、そんなね、セットがございます。あまあ、そういうカラオケがあるんですよ。 ね、まあ普通に曲を選ぶみたいにね、何回電車の何とか駅から何とか駅までみたいな、そういうのを選んでやるっていうね、カラオケがあります。で、まあ、あのまあ、通常のお部屋よりもプラスアルファーお金いるんですけれども、そんな高くないです。えー、のでね、まあ、一応書いてますね。ご利用には1名様につき30分ごとにプラス60円、フリータイムはプラス110円が必要ですということですから、別に、えっ、ー、と、 倍以上かかるとか、そんなことはございません。はい。で、えー、っと、まあ、他のね、えー、っと、からえー、鉄道カラ以外のお部屋も表すと全部で52もあるんですね。さすがに何波にあるということで、お部屋もたくさんあるみたいです。はい。で、ジャンカラさんね、あのー、ありがたいのが、あのー、食べ物の持ち込み自由ということでね、まあ、昨日もお話ししましたけれども、来週の2月22日に、乗り鉄旅行会で。 こちらのお部屋を借りまして、で、あの、ここの部屋に行く前にですね、大阪梅田の阪神百貨店によってですね、駅弁を買って、で、えー、こちらに入って、で、駅弁食べながら鉄道カラオケをすると。まあそういう会をね、来週やる予定です。はい、またあの、リンク貼っておきますので、気になる方はぜひご参加ください。なかなかこんなところね、 えー、まあ、マニアの方は気にせず行くと思いますけれども、普通の方はね、ちょっと躊躇するんじゃないかなと思います。私も実際行ったことないです、ここはね。えー、のでね、みんなで行きましょう。えー、ど、えー、どんなんかなという、まあ、話のネタになると思うんで。気に入ったらまた2度でも3度でもリピートしてください。はい。えー、で、ここだけじゃなくてね、関西で言うと、えー、天皇寺、安倍野にも、あの、同じような、 コンセプトルームがありまして、そちらは近鉄電車ルームがあるそうです。え南海と近鉄があるというね。え残念ながら、阪急、阪神、京阪というのはないみたいです。今のところ。増えてほしいですけれどもね。関東にもあるみたいです。あの鉄道カラ経営で検索してみてください。あのいくつか出てくるはずです。はい。ということでね、えー、まあ、既に予約されている方は来週一緒に楽しみましょう。 ということで、今日は鉄道カラオケのご紹介でした。えー、っとあ、山崎さん、おはようございます。赤織さん、どうも、おはようさん。山中さん、おはようございます。一斉山さん、カラオケ好きです。100曲は歌えます。車掌さんもしたいですが。ぜひぜひ、あの、これそうでしたらよろしくおはようです。森さん、おはようございます。花村さん、えー、ギリチョコもらいましたよ。配偶者様からではありませんが、いいじゃないですか。<laughs> えー、逆に、えー、配偶者様からもらえなかったんでしょうか。<laughs> まあ余計なこと聞くなよと <laughs>、えー。赤堀さん、ジャズをヒットに音楽全般好きです。あ、いいですね。はい。音楽好きはいいですよね。あの演奏できるともっといいなと思うんですけれども、そうすると私もね、<laughs> まあこれもあのどうでもいい話ですけれどもあの、楽器を弾けるのに憧れましてね。あの何もできないんですよ、私 <laughs> あの、ま。小学校の頃の縦笛ぐらいですか。 もう吹き方忘れましたけどね。なんか音楽できたらいいなと思ってね。あのまあ、ピアノとかああいうの憧れるじゃないですか。キーボードとかね。シンセサイザーとか。ねまあ、YMO とか、ね。そういう世代でもありますけれども、ねえー。憧れてね、キーボードを買ったことあるんですけれども、結局使えませんでしたね。うんだから楽器,が楽器ができる人はもうすごいなとあの憧れます。 小西さん、えっ、ー、と、22日楽しみですあ。ぜひぜひ楽しみましょう。<laughs> ね、えー、どんな感じかね。ちょっと一緒に楽しみましょう。千田さん、おはようございます。えっ、ー、と、現役のドラマーです。すごいですね。<laughs> なんか音楽企画しましょうか, <laughs> あか。なんかありましたら誘ってください。<laughs> 花村さん、旅の歌はたくさんありますが、列車は容疑者が多いですよね、と。うん、なんかそういうイメージもありますかね。まあ、昔、そうですね。 遠くへ行くっていうのは容疑者っていう時代もありましたものね。まあ、昼の列車というよりは夜行列車でっていうのがイメージにありますけど、今は新幹線になるか、飛行機になるか、あんまりそうですね。<laughs> 夜行バスを歌った曲とかあるんでしょうかね。夜行の、うん、まあまあ飛行機は、まあ、夜行ではないし。 ねえなんか新幹線が登場してもあんまり旅情を感じないなと思っちゃうんですが、まあ、まあ最近の人にとっては、ねあのー、逆に容疑者を知らないと思いますし車掌さんのアナウンスだけじゃなくて、ね、あの鉄道にちなんだ歌とか、ねまあ、いい日旅立ちとか、ね、あ銀河鉄道3ナイもありますね五代五が歌った、まあ他にもいっぱいあると思います。 なんかみんなで合唱とかしたら楽しいかなと思ってるんで一緒に楽しみましょう。ということで今日は鉄道カラオケのご紹介でした。えっ、ー、と、今日は木曜日明日までですね、今週もね。はい、えー、また頑張って一週間乗り切りましょう。それでは皆様、今日も良い一日を。